美しくなる子って結構外見が変わって、うん、で内面も変わってポジティブになって別人みたいになりますよね。本当に結局今の時代ってやっぱり自己プロデュースというか、うん、どう見てもらうか、うん、小さい頃からマインドコントロールで、うん、リカちゃん人形バービー人形見せられてそれが綺麗だと思って生きてるから、なるほど。日本、韓国、中国で一番多い性癖なんだと思います。一番多い違います。鼻です、まあ、欧米ってのはもうそもそも人種がもういっぱいいるので、うん、もうそこじゃないんですよね。皆さんこんにちは、ミスユニバースジャパンナショナルディレクターの美馬浩子です。今年もですね、いよいよ2023年ミスユニバースジャパンのオーディションも始まってですね、今月末に40人のですねセミファイナリストが決定されます。でそれをの先立ってですね、今回本当に素敵な素敵なゲストをお迎えして、新時代の美しさをテーマに対談させていただけたらなと思います。では早速本日のゲストをご紹介させていただきます。モッツクリニック院長長野博さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。世界的にジェンダーのこう感覚だったりっていうのが、まあ、今年ではないですね、最近ですね、ジェンダーの感覚がこう変わってきて、うん、この10年でその女性のこう美に対する感覚って変わったと思いますか？うんうん、美に対する感覚自体は、まあ、変わったとは思いますけども、うん、それをこう出すか出さないかっていうことが結構変わりましたよね。うんうん、あ、そうなんですね。昔って例えば何かやった時に、うん、絶対隠してましたよね、みんなバレたくない、うん、もうまさにもう秘密の、そう、うん、みんなクリニック来る時、うん、大きい帽子かぶって大きいサングラスかぶっていくような時代だったんですけど、うん、今はどっちかっていうと自分でも発表しちゃいますからね、うん、そうですよね。なんか予防的にやるあの治療もあったりだとか、うん、なんかまあやってても、まあ、本当にその自分の美をどうこう保っていくかっていうところが、うん、今なんかすごく女性たちって集中してるところのかなと思うので、うん、なんか私の周りとかも結構普通になんかそういう話とかも出るようになったので、だし普通ですよね、うんうん。現代の若い女性は今どんな悩みを抱えてこうクリニックに訪問したりされる方が多いですか？正直クリニックに来る子っていうのはみんながさんが思ってるほどこうネガティブで来るわけじゃないんですよね。こうポジティブな感情の方が多いんですよね。あ、そうなんですね。要は例えばすごく太ってる人が痩せたいって来るよりも、皆さんからすると普通の体型とか痩せてる人が、でも私の理想はこれだと、にそうなりたいからやりたいっていうような人が増えてるイメージです。だから多分僕のクリニックに来て、うん、来る患者さん多分見てたらほとんどがあなた必要ないじゃんって多分言いたくなると思います。だからある意味昔よりも自分を持ってるというか、あ、もうちゃんとしっかり想像してこういう自分になりたいからこれを、うん、になるための手伝いをしてくださいみたいな感じで来られる方が、うん、あと例えば彼氏に言われたからやるとか、うん、そんなんじゃないです。あ、そうなんですね。今はもう彼氏にはいいじゃんって言われるけど、私がこうなりたいからやりたいっていう。私なんかよく、うん、あの美容のプロの方々、うん、ドクターも初めなんですけど、うん、お会いするのが本当に怖くて、なんかもう見られてる時に、わあ、ここやった方がいい、あそこやった方がいいとかも思われてるのかな。全くないですよ。あ、そうなんですね。全くないですね。無ですね。あ、そうなんですね。昼間散々それやってるんで、あ、もう考えたこともない。あ、そうなんですね、うん、よかったです。そうやっておっしゃってるだけじゃないですよね。いや、全然、だってもう、まあ、もう美人、私美人って分かってます、
外見が変わると内面って本当に変わります、うん、ポジティブになりますよね。はい、内面の美を私たち歌ってるんですけど、うん、外見が変わることによって内面が変わる人もいる、うん、もちろんいるじゃないですか、うん、で女性って結構そっちの方が多いのかなって思ってる人多いですよね、うん、やっぱりこうファッション楽しむとか、うん、メイクアップ楽しむとか、うん、疲労欲が、うん、すごく楽しくなったりとか、うん、ミスにバス受けてる子たちもそうなんですけど、うん、美しくなる子って結構外見が変わって、うん、で内面も変わってポジティブになってる、別人みたいになりますよね。本当に接しててオーラとかなんか分かりますもんね。いや分かります。もう、うん、自分を置く環境が変わるんですかね、うん、やっぱりこう今までこう自分の外見自信が持てなくて、うん、あまりこう外出もしなかったりだとか、うん、人と接することがなくなったりとか、うん、けど外見が自分の求めるものに近づいてきて、うん、内面ポジティブになるから、まあ、類を友じゃないですけれども、うん、お友達と出かけしたりとか交友関係が広がったりだとか、うん、生き生きとしてるオーラっていうのがすごく出てくるので、うん、20代の時の外見の悩みと30代の時の外見の悩みとあと35越した後の外見の悩みって、本当にこう年齢でこれだけ女性って、うん、リマソンでもあるんですかね。ありますよ。何を言ってるんですか。なさそうですけど、まあまあ日々努力してるから保ってるんでとは思いますけど、今まで本当に元日本代表として、まあ、いろんなこう美容でどこ気を使ってますかとか言われてたんですけど、全く何もしてなかったですね。まあ、それはもう通用しなくなりますよね。もう35過ぎるとある程度気をつけないと保てないっていうところも出てきますし、先生おいくつだ。40です。あ、そうなんです。41ですね。昨日誕生日だったんですよ。あ、そうです、そうです。おめでとうございます。もう41です。40越すとまた1個きますよ。先生と今日初めてお会いさせていただいて、うん、なんか今までの先生と全然違いました、うん、今までの先生たちって、うん、本人もすごく気を使っている方々が多かったです。あ、いや僕も別に詳しいですし やりたくないわけじゃないんですけど、ちょうど良くないですか今。でも全然です、もちろんです。僕がもうツルツルで色白で気をつけてますとかでもいいんですけど、なんとなく僕は体型の、うん、専門なので、うん、なんとなく頼りがいがあった方が上手に見えるでしょうし、うん、あんま若すぎちゃってもやっぱ医者ってちょっと不安じゃないですか。あ、でもそれはそうですよね。なのでちょうどいいかなって思ってるだけで、その10年ぐらい経ったらもうやりまくってるかもしれないですよね。いや、やりまくらないでほしいわかんないですいや、まあ、あと多分ミスユニバースの皆さんにも通ずるなと思うんですけど、うん、結局は今の時代ってやっぱり自己プロデュースというか、うん、どう見てもらうか、うん、例えば僕ヒゲ生やしてるのも、うん、美容外科になってから生やしてるんですよ。あ、そうなんですね。がないとちょっと若く見えますよね。そう、若く見えちゃうテーマもあって、その頃まだ30とかなんで、やっぱあんま若いと嫌な患者さんたちも、うん、っていうので生やし始めたりとか。あ、そうなんですね。あとやっぱり清潔感がないとダメなんで、うん、ちょっと完璧資格したりだとか、うん、そう、セルフプロデュースですよね。そうです。自分がそうするっていうよりも、うん、患者さんはそれは嫌でしょっていうのを一個一個通用していくっていうような感じですね。そうですね。でもすごくなんか日本人のその細さの、うん、その今までこう美とされてきたものっていうのがやっぱりこう変わりつつあるのと、やっぱりこう私たちもミスユニバース世界大会に行くと、日本ではのステージでは生えてた体型なんですけど、世界に行くともう本当にもうステージの上で消えちゃうんですよね、その体型が。これ面白いのが、まあ、アジアですね、日本、韓国、中国で一番多い整形になると思います。日本、韓国、中国、うん、全部一緒ですよ、順位は。日本でも1位、韓国でも1位、中国でも1位。胸？一番多い。違います。鼻？目です。あ、二重？二重、二重が1位なんですよ。2位は鼻なんですね。あ、で、欧米、ブラジルとか含めては何だと思いますか。胸。正解です。で、お尻。まあ、脂肪吸引です、2番目。つまり、アジアはこう、コマコマしたこと、あ、目がどうとか、鼻がどうとか、じゃあ、まあ、重要、うん、だけど、まあ、欧米ってのはもうそもそも人種がもういっぱいいるので、うん、もうそこじゃないんですよね。あ、もうパッとした見た目で鍛えてるかとか、うん、綺麗にしてるか
っていうのが重要なんですよね。だから全然もう違うですよね。そう、なんか私がこう、まあ、この業界に入るまで本当にすごくこう国際的な考えを持ってなかったんですけど、うん、まあ、ミスユニバースと出会って国際的なこう考えとを視野を持つようになってから、うん、日本って本当に、うん、まあ、アジアで二重がいいじゃないですか。そうです、そうです。で、まあ、自分はもうその二重で良かったんですけど、うん、と思ってたんですけど、うん、でも海外の方から見ると、うん、その日本のその奥舞台だったり、うん、こう綺麗ながのその一重っていうのがすごく美しいですよね。そうです。で、私鼻がコンプレックスだったんですよ。けど初めてこの業界に入った時に鼻を褒められたんですね。なぜなら小さめだから鼻が、あのやっぱりこう私は高い鼻がこうピンとした鼻がすごくいいと思ってたんですけど、こう日本人とかもアジア人が持つこう小さめな鼻がすごく素敵。これも真逆で、日本はみんな鼻を高くするんですよ、手術は。そうですよね。欧米は全部ちっちゃくするんですよ。削るんですよね。そうです。で、逆なんですよ。そうで、なんかそれを言ってて、で、まあ、その日本人の女性が、まあ、今ちょっと変わってきてるかもしれないんですけど、結局小さい頃からマインドコントロールでリカちゃん人形、バービー人形を見せられて、それが綺麗だと思って生きてるから、青い目、二重、金髪で、ああいう体っていうのがすごくこう美しいと思ってる。こう、こけしを可愛いと思わないじゃないですか。で、私たちって日本人形なわけであって、でそれをこうユニークで素敵だって思う文化ではないんですよね、生まれ育ってきた環境が。からなんかそこにやっぱりこう固執しすぎてるのかなっていうのをすごく思っていて、だからこうすごく幼児のようなこう体型、ストンとした細い体型でこうパッチリ二重の鼻の高い顔の小さいみたいな。で海外に顔の小さいとか英語って表現ないじゃないですか。そう、顔、小顔っていうことが褒め言葉でも何でもないわけだから、なんかすごくそういうところが、まあ、ミスユニバース始めて日本と海外のすごくこう違う、なんかでも聞くのも全然違いますね、本当。もう文化が違うんで、だから例えばハリウッドとかパリからうちに来ます、日本人ですけどね。ハリウッドに住んでる日本人、うん、じゃあそのハリウッドのドクターより僕が上手いかっていうと全然そんなことはないんですよ。だけど文化が違うんで、例えばじゃあその人が足を細くしたいってなった時に僕はめっちゃ細くしますよね、同じ価値観になって、アメリカはだとそんな細いといいとされないんで。そうですよね、やってくれないらしいんですよ。そう、あのなんか太ももの間に隙間があると美しいという足じゃないんですよね、あっちだとですね。そう、向こうです。でも日本ってここが埋まってるともう太いっていう感覚じゃないですか、うんうん、そうです。そうから、ミスユニバースの世界大会行っても、もう太ももの間に隙間が見えてると健康的な美しさじゃないっていう印象になるんですよね。で、で日本とかもアジアではもうナイスバディと呼ばれる子が行くと幼い体型に見える、こう美しい体だけどこう女性らしい体型じゃないっていうふうに見られるんですよね。なので結構どちらかというと日本では少しこうふくよかな体 な人が世界大会に行くと、まあ本当ちょうどいい。はい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 。女性リーダーの発掘の場ではあるんですけど、まあ世界大会っていうのがあるので、こうまあ本当日本目線で選ぶのか世界大会で、うん、いや、まさにそれ聞きたかったんですよ今。 どっちの目線で選ぶのかなと思って。両方、まあ、両方ですね。両方か。で両方なんですけど、うん、ミスユニバースで1位になることが人生にも最も大事なことで私はないと思っていて、もちろん日本代表を目指す、世界代表を目指すために育成をするんですけど、別に日本代表にならなくても女性リーダーで他のジャンルで女性リーダーになることは全然可能ですし、私たちの元でトレーニングをしてやっぱり日本代表じゃなく違うところで自分は活躍したいって気づいてくれることもすごく重要だと思っているので、もしもこの子だったら世界のミスユニバースっていう舞台の世界で戦えるっていう子がいれば、本当にその世界大会用に作っていきます。なるほどなるほどなるほど。けどじゃなくって、この子は日本代表としてはもう本当に素晴らしいんだけれども、世界の舞台ではなく日本に帰ってきてこういう活動をするのがいいなって思う日本代表がいると、本人にはもちろん私は言わないですけど、そこには持っていかないです。なるほどね。やっぱりもう全然違うマーケットですし、そうですよね。そう、あのそこにこう無理やり
世界仕様に仕上げると、うん、変なプレッシャーを抱えて、うん、多分楽しんで今のこうなんだろうミス・ユニバース・ジャパンのプラットフォームを使えなくなっちゃうと思うんですよ ね本人たちも、うん、なのでそこはすごくこうディレクターとしてこう見極めて判断するかもしれないですね、うんうん、難しそうですね。でも確かにね難しいですけど、やっぱりなんか先生もさっきおっしゃったみたいに、うん、やっぱりこう先が見えるからこそ、うんうん、確かに確かに無理強いはできないじゃないですか、うん、患者さんにもそうですし、うん、もうすごい初歩的ですけど、よく寝た方がいいですね。睡眠は関係あります、やっぱり老けるかどうかってのは。 ある女性に出会い、すごいツヤツヤで美顔器使った、でもすごい安い美顔器、うん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 、